はい、光ママです。今回の動画はね、コラボというか、あの俳優のね、永田貴人くんってね、また可愛くてイケメンのね、男の子がおるとばって、あの福岡出身で、熊本に住んでたこともあってね、私のお兄ちゃんと一緒にバイトしとったりして、もう私もお兄ちゃんもね、もう仲良くしおるとばってね、そんな貴人からね、ちょっと母の日なんかね、光ママと一緒にコラボできませんかって、なんか撮れませんかって言うけんね、もう嬉しかねってなら、もう私があんたのお母さんになるけんね、ちょっとあの母の日の面白い動画撮ろうって言ってね、撮った動画です。みんなぜひ見てはいよ。はい、もしもし、母の日の光ママです。何でしょうか、たかちゃん。テレビではなんて珍しい。何か母の日の宅配便のプレゼントでも届くのでしょうか、それともなんか母の日の手紙でも読んでいただけるのでしょうか。切るね、自分で。え、切る。何の切るって。何で、何で切るっておかしくないか、あんた。あんたからかけてきとって。そら、いつも電話しろあんとに急に母の家に電話かかってきたら、なんかあるのかなって思うよ、普通のお母さんたちは。そういうの、ね、本当悪いとかやと思う。何が言いたい、思ってることを言う。思ってることを言う。素直に言う。それが光るママです。私です。はい、はい。何なんだ、いきなり電話かかってきて。元気しとうかな。何もないと。ああ、元気だ。見たら分かった。元気もりもりだ。なんかまた、超えたろ？は？まだ超えた？まあ、そら超えたで、もうステイホームで毎日家におるけん。運動したら。超えたって、いや、超えたって言うても、100グラム、200グラムぐらいよ。いや、うっせやん。そんななかったろうよ、こう。まあ、あんたもそういうの女性に言わんでいいと思う。なんでその、ユニフォーム着とる家。何ユニフォームって。そら、いつでも試合に行けるようにって。いつでも、早くママさんバレーに行くぞって。早く落ち着いてママさんバレーに行くぞって、試合するぞって気持ちだ。それでもみんなで着とると今。だから今このユニフォームがパジャマです。旅館ぐらいやろ、そんなの着とる。違うもん。バレーチームみんなで着とるけん。絶対着とらんけん。しとるけん。絶対しとらんっていうのはね、ちゃんと確認してからみんなの家に回った人しか言わんで、あんた見とらんでしょ。みんなで今このユニフォームで頑張ってます、パジャマで。なにベータあんた。まあ、あんたせんや、コーラばっか飲みなすな。たまには水飲め、水。もったいなんか。いや。てかあんた、なにその髪の毛。ん？目にかかっとるたい、目に。ねえ。いや、伸びたね。目にかかっとる。じゃあ、いけん。伸びたで。三発行くけんお金ちょうだいって言って、お母さん1万円振り込んどったろ。行ったよ。行っとらんと。行ったとね。行った。で、それね。もう伸びた。なんだ、もっとバッサリ行けって言うたでしょ、お母さん。いえ、こんな感じがいいと。もう耳にもか、耳見えとらんよ、あんた。耳こう上げとかんと。人の声聞こえんよ。見えとる。あ、もう隠れとるた、あんた。ほら、あるやん。ちゃんとかけな、耳にこうやってお母さんみたいに見てごらん。なんだ、ちょっとお母さん来てんのか、お母さんが。ね、ちょくちょく来て。どうやって来るの、来てんのか、無理やろ。こっちの前に顔出してごらん、前に顔で。ちょくちょくちょく来て。こちょくちょく。あ、来れ。ガラだろ。それ。面白かろ、面白くないわ。吉本行こうかな。みんながびっくりされる、そんな、来たら。え、まあ。で、なんだよ、まあ。いや、別に元気かなと思っただけ。そんだけ。うん、元気しております。はいはい、なんで入ってんなんか、あんた飲みすぎんこつな、まあ、なんて頑張れよ、もう寝るけん。なん頑張れよって、あんたが頑張れ。うん、はいはい、なんも早寝よ。うん、おやすみ。いつもありが、チャンネル登録よろしくねー。